実際の交通規制に従って走行してください。まもなく左方向です。ということで、さあ帰ります。しかしナビがまだ道を把握してませんね。これいやあっという間っすね。そう、これサッカー場っすよね、多分ね。広島の広島城がさっき今後ろにあるんですよね。何すか、広島のサッカー場、およそ3キロ先左方向です。違うのかな、まあいいや。さあ広島の街を走ってます。まあ当たり前です。さて残り820キロです。120キロってあんまり残りって感じしないね。まあゆっくり行きましょう。広島城だ。おお、カメラに映せず。広島城、城割りとしてていい城ですね。ゆっくり見てみたい気もするけど、行ったことあんだよな。でも一回なんかサッカー見に行った時ですね。ということで、すごい広島とお別れです。はい、ここはね、小谷サービスエリアです。まあ、せっかくなんでお好み焼きを買ってみました。朝ごはんですね、これ。よっ、うん、おお、ちょっと味、ああでも美味しいな。ちょっと味が濃いけど、まあ、美味しいですよね、これはね。さあ目的地まで777キロ出ました。まあどうでもいいんですけどね。まあこんなことぐらいしかね、楽しみはないんですよ。まあということで、まだ777キロ、今10時36分、到着予定時間8時37分。要するに10時間、まだ10時間だね、これね。違うか、あ20時だから、そうだね、10時間だって。いっぱい音楽聴けますよ。はい、ちょっとねセブンイレブン寄ってましたよ。そしてここは福山西、福山サービスエリア、バラで有名なとこですね。去年はももクロさんがこの福山でライブをやりました。ビーフカツカレー、ビーフカツね、好きなんですよ。ビーフカツでもね、大概失敗するんだよ。いや、つうかこれカレーうまいな。カレーめっちゃうまい。ビンゴさんって言うんだけど、なんかね、なくなっちゃうらしいよ、でも。うん。うまい、美味しいな、これ。もっと早く知りたかったわ。今ここはミキサービスエリアですね。まだ552キロ、555キロチャレンジ失敗。先ほどもね664キロだったんで、ね、取ればよかったね。さあスタバワンモアコーヒー、なんとびっくり、2杯目のおかわりで頼むとね、これ多分いつも4、500円だと思うんですけど、180円だって。俺なんか間違えたと思っちゃったけど、いやー助かりますね。ということでスタバのコーヒー、僕はいつもグランデ頼むんですけど、2杯目です。この後何杯コーヒー飲むでしょうか。さあもうなんだかんだで2時46分、夕方の渋滞をの前に、なんとか大阪は少なくとも脱出しておきたいですね。はい、ということでからガソリン入れてまた行きます。ガソリンね、途中ねリッター200円のとこあってびっくりしましたけど、行く時、いやーまだまだ高いとこ高いですね。はい、ということで順調に東に戻っております。はい、毎度おなじみ大津の肉うどんです。強風肉うどんね。
これ。このうどんやっぱうまいね。いいよ、食べて。この間のうどん美味しかったけどな。これね、肉うどんってね、普通肉乗ってるだけなんだけど、大概ちゃんと肉の味がね、出てんですよね。これがいいな。シンプルイズベスト。さあ、ということで大津までやってきました。琵琶湖です。琵琶湖。はい、新名神入りましたね。新名神って、ね、新名神じゃないのかこれ。まあそんな感じのとこね。なんで、あ、ここまで来たなっていう感が強くなりますね。いい景色なんだよね、この辺は。ここはね、よくサッカーの時もね、使ってましたね。まあ、特段話題もないんですが、ちょっと喋ってみましたが、工事中だなこれ。車線一車線なのかもしかして。左車線に出てるな。ね、やっぱりうどんになってしまいましたね。なんか他のもんたまには食べようかなと思ったんですが、大津の肉うどんはね、美味しいんですよね。この間でもなんかどっか美味しいとこあったな。大津を超えたなみたいな。動画内で言ってた記憶がありますが、どこだったのか、一番美味しいって言ってるとこを忘れるっていう、まあ、いつもの私のパターン、思い出したいですけどね、どこだったんだか、果たして。どこ行った時だ、前回、前々回、あれ、そもそもこの前ってどこ行ったんだ、去年の話かな、博多、博多行ってからもうなんかダメだね、いろんなとこ行ってすぎて、忘れちゃってるね。美味しいうどんもありましたよね。関西なんでしょうね、多分ね。さて、ということで、今ここは何県なのこれ。三重県に入ったのかな。これからこのままね、あと400キロちょい頑張って走りたいと思いますが、現在時刻は4時41分。到着予定時間10時18分。まだ5時間ぐらい、まあ、余裕で運転させてもらうね。はい、楽しみです。サンドリをね、1本聞いて2本聞いたか。ラジオドラマ今日今回何本聞いてるかな。6、7本聞いてますね。まあ車の中はね、なんでしょう、そういうの聞きながら運転してるのは割と楽しかったりするんですね。はい、ということで、のんびりと東に戻っております。ご在所サービスエリアまで来ましたよ。さあ、ここはね、赤福が出来たてが食べるんですね。抹茶です。あ、うまいね、抹茶。結構なお手前でっていう、飲む機会もないですからね、こういう抹茶ね。さあ、赤福、うまい。ドイツ意外と作り置きだったかもしれないけど、赤く美味しいですね。っていうか、あんこと思ってたのがうまいね。はい、ということでね、今赤く食べて、糖分の栄養補給と
ということで、さあコーヒー3杯目です。半袖で来てるんですけど、半袖で寒くないですかと言われてしまいましたが、そういう一言がちょっと嬉しかったりしますね。はい、御在所サービスエリアあと375キロということで、もう愛知県なのかな、そろそろ愛知県なのかな。まあつい笑ってしまうんですが、これで半分っていう、約半分ね。もう一回繰り返すわけですね。これまあかなりやっぱり距離はあるはありますね。はい、ということで、まあでもちょっとね、さっきね、どこだっけかな、ちょっとね仮眠取ったんですよね。10分ぐらいかな。でも意外とねそれがね結構良かったりするんだよね。まあゆっくり休み休み赤羽まで帰宅に帰宅ってことですね、したいと思います。はい、遠州森町というところまで来ました。このパーキングエリアね、いつもねとろろしい味で美味しそうでね、でもいつもここに来るまでにお腹いっぱいになっちゃってたんで、今日は比較的いい匂いがあるんでちょっと頼んでみました。味噌汁、あーうまっ。高速道路運転してた時の味噌汁っていつもうまいね。で、味丼、味丼はもう味がついてる、味がついてる。説明いたします。うん、まず券売機でチケットを購入していただきます。醤油かけた方がいいな。チケットに印字されている番号でアナウンスされますので、このままで窓口にお越しください。チケットと引き換えに商品をお渡しいたします、うん、お食事が終わりましたら返却口まで食器を返却いただけますようお願いいたします。最後これとろろご飯にして食べたいと思います。 うまい、出汁が効いて美味しいですね、これやっぱり。いやー、とろろ汁ご飯にぶっかけて食べるの最高にうまいですね。あれもう一杯食べちゃおうかなと思ったけど、さすがになんかどん引かれそうなんで、おばちゃんにやめてきました。いやでも美味しいよ、やっぱとろろ汁うまいよね。さあということで、遠州森町です。今ね、時間はね午後8時、すっかり夜になりましたね。当たり前だけどもう10時間ぐらい走ってんのかなこれ、やっぱりところどころね寄ったりしてるんで、最初の到着予定時間は10時だったんだよね。で今23時、11時になってるんで、まあまあまあのペースで来てるね、それにしちゃね、はい、ということであと236キロ。さあこちらは、静岡サービスエリアですね。ここまで来ました。いよいよ残り200キロ切りましたね。あと193キロ、ここでね最後の給油をして帰宅に帰宅したいと思っております。もう少しと言いつつもまだありますからね、まだ気合い入れて頑張っていきたいと思います。まあ毎回同じこと言ってるわけなんですが、海老名サービスエリアに着きました。ここまで来ると帰ってきた感じがします。最近はもう人気すぎても入れないんだよね、下手な時間だとね。今はね11時20分なんで余裕で入れました。しかしお店はもう何もやってない。私はここのねサービスエリアでねいつもね自分にご褒美でね、あの鈴廣のかまぼこの高いやつ買って帰るんですよね。うまいんだこれが。まあそれでかまぼこも買いましたんで、このまま最後のあれかな、休憩地点かな、これ残り59キロ、まあ気を抜かずに、頑張って帰りたいと思います。帰ってきました。日をまたいでしまいましたね。まあしかし12時ぐらいに帰れたんでよかったですね。そこの後風呂入って寝て、まだね明日の朝教会さんにちょっとね朝一って9時10時ぐらいですけど、機材を返しに行って、うちの車ねちょっと明日使う用があるんでね、車の中の荷物全部下ろさなきゃならないですよね。はい、ということでとりあえず帰宅に帰宅しました。はい、おはようございます。さあ、まあ、ある意味最終日ですね。
つぼはありますが、今日は月曜日です。さて、教会さんに返却に行ってきますよ。機材を返却して広島講師終了となりますね、私のね。さてと、はい、機材全部下ろしました。駐車場に行きましょう。いやー、終わりましたね。ラジオドラマは一体何本聞いたんでしょうか。10本まではいってないけどな。10本いったか、往復で。いやー、いい天気ですね、今日は。また天気。さて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 、いや、終わるもんですね。出発前はね、さすがにやばいんじゃないかと思ってたんですけど、一応ね、今日ね、この後ね、出張買取があるんですよね。だから車、まあ、僕が行くんじゃないんで助かりますが、今日中に返さなきゃなんなかったんで、なんとか無事終わってました。これでいいよ。さあ、車を駐車場に入れて、はい、よいしょ。よし、これいいかな。はい、ということで、私の広島公式、これにて終了でございます。多分家に帰ったの最後だと思うんで、これで皆さん公式終了ということでいいんじゃないでしょうか。無事終わってよかったですね。まあ、とりあえずなんとか終わりましたね。帰り820キロって残り、まあ、820キロっていう時にね、ちょっとツイッターに、まあ、X か、X でポストっていう、なんかちょっと馴染めないですけど、残り820キロつってスタートしたんですけど、残り820って残りじゃねえよって感じだったんですけどね。まあ、なんとか、地道に走ってると、820キロもたどり着くんですね。ところが、APS カップっていうのは地道に練習してても、なかなか試合では思い通りいかないという、このジレンマというか、なんていうか、そこが楽しさっていう風に置き換えても、楽しみしかないなって感じですが、次回の公式は岡崎ですね。いやー、広島公式ね、終わりましたね。広島で公式練習会ができるってね、なんかすごいいろんな物事が重なって公式成り立ってるんですね。ですんで、まあ人数がね、まあだんだん減っちゃう。まあ最初ってやっぱ増えるんだよね。前回40人だったのかな。で、今年は34、5人、6人、そこら辺だったんで、来年はね、ぜひね、50人超えぐらいになるといいなと思っております。そうね、言葉の脈絡がおかしいですが、本当ね、広島で公式練習会が開けてるっていうのはね、まあ、いろんな方の努力でね、成り立ってるんですね。ですんでね、この日を消さないように、普段のね、広島の練習会にもどんどん皆さん参加していただきたいですね。あえて言いますが、公式は義務。近くの方、ぜひそういう風に考えて参加していただけると嬉しいかなと思います。はい、そんな感じでね、終わりましたね。私もこれでちょっとゆっくりできます。まあ、しかし、見てください、この青空。すごい天気がいろいろ2点3点しましたが、赤羽で帰ってきたらいい天気で良かったです。はい、ということでこれで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。河村くんね、お疲れ様でした。翔前さんもね、皆さんお疲れ様でした。